武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は宇都宮大学の、国語の現代文の勉強について話していきたいと思います。現代文ですが、国語がまず大問が3題、出題されており、2題が、現代文で1題が古文という構成になっています。時間は90分ですね。で、その大問2題のうちですね、評論は基本毎回1題は出て、もう片方が小説か随筆、まあ過去数年の傾向だとそういった形になっておりますので、まあ、評論だけではなく小説や随筆も、対応できるようにしておく必要があると。で、まあ、問題の構成としては記述、論述ですね、で、漢字の、読み、や書き、が、まあ、書く必要があるので、まあ、こちらも、それなりに、数あるので、まあ、しっかり読み書きの練習しておきましょう。で、まあ、論述説明問題に関してですが、字数そのものが多いものは、ほとんどありません。で、聞かれていること自体も、まあ、内容が分かっていれば、まあ、まず解けるだろうっていうもの。ただ当然それを記述できるかどうかっていうところはありますので、記述の練習はしっかりすることが前提とはなりますが、まあ、練習さえしっかりしておけば書けないことはない程度の、難易度とはなっております。で、まあ、聞いてくることは、まあ、その内容をもとに、どういうことか説明しなさいとか、なぜかとか、まあ、そういう、よくある聞かれること、にはなりますので、まあ、対策そのものはセンターがある程度ちゃんと読めている人であれば、それに合わせて、まあ、記述論述対策をしっかりやっておけば十分対応できる内容なので、まあ、センター以降からやっても、なんとかなるかなと。ただ本当に全く書けない、書いたことないっていうケースの場合には、ちょっと早めから対策しておけば、いいかなぐらいのものですね。で、問題文が長いということも、まあ、小説や随筆の方は多少長くはありますが、まあ、読むのに時間がかかりすぎて時間が足りなくなるってことは、まあ、おそらくないであろうとは思いますので、しっかりその記述論述の練習をして、まあ、減点されないような回答を書ける部分を、まあ、対策するように心がけてください。以上が現代文の勉強となります。